展示されているフルーツグロワリーズナンバー3号機クライマックス式蒸気機関車に使用されるハイポイド歯車クライマックス式蒸気機関車は歯車式蒸気機関車の形式の一つで2機の蒸気シリンダーとボイラーの中心の下の変速機を備えるこの変速機は伝達軸を介して全部と後部の台車を駆動するラッシュスバトルズが1891年に 基本設計の特許を取得した。バトルズの設計では水平のシリンダーが二段変速の変速機を介して伝達軸に接続された。伝達軸は車軸のちょうど真上通過するのでそれぞれの車軸に動力を伝達するためにはハイポイド歯車が必要だった。後期型と幾分似たハイスラー式蒸気機関車の設計とは異なり、台車には 側面の連接棒がなく、すべて剥き出しの歯車で伝達された。バトルズの特許では設計の中心は B クラスのクライマックスになり、彼の特許の図面はクライマックスの紋章が運転席内に見られる。発明家のチャールズ・ D ・スコットは以前提案した歯車式機関車で成功しなかった1892年と1893年に、 バトルの台車を改良した派生型の特許を取得した。スコットの1892年の特許は A クラスのクライマックスの原型になった。彼の1892年の特許は歯車の筐体による多いを含んだ。すべてのクライマックス式機関車はペンシルベニア州コリーのクライマックスマニュファクチャリングカンパニーで生産された。さらにワシントン州シアトルに 西海岸の顧客たちへの機関車の販売と整備を目的とした整備施設が設立された。1888年の生産開始から1928年の生産終了までに0 0 0台から1100台が生産された。多くの製材業者が運搬能力、安定性、小型で生を量駕していたものの、乗員にとって乗り心地は悪いと考えた。 クライマックスは3つのクラスが生産された。直立した2気筒エンジンが機関車の中央部にあるのが特徴だった。前後の台車に電達軸を介して駆動した。機関車の前半分はエンジン部でボイラーが備えられた。少数の車両では縦型のボイラーが備えられ、大型機では T 型ボイラーが備えられた。クラス A は小型の機関車で17トン未満だった。 ハイスラーやシェイトは異なり、二段変速式の減速機を備えた。標準的な機関車であるクラス B はシリンダーがボイラーの両側に備えられ、この配置によってクラス A よりも長く大きなシリンダーを備えることが可能になっている。2本のシリンダーは伝達軸を駆動して、長手方向にハイポイド歯車で90度方向を変えて伝達して、 台車でまた90度方向を変えて駆動する。初期の形式では、シリンダーは水平に配置されたが、後期の形式ではおよそ30度を傾斜して設置される。クラス B のクライマックスは中型でおよそ17トン、最大はおよそ60トンだった。クラス C は、淡水車の台車も駆動する3台車の設計だった。すべてのクラス C の機関車は傾斜したシリンダーを備えていた。 およそ20両のクライマックスが北、アメリカで保存され、その中でおよそ5両が胴体保存されている。オーストラリアの1653と1694の2両が胴体保存され数台がニュージーランドに保存される。ニュージーランドのクライマックスは522号機と1203号機と1317号機と1650号機である。 ニュージーランドで保存される7両中4両がクラス B のクライマックスである。ヒルコーレストランバー CO9 号機がブリティッシュコロンビア州で保存される。ペンシルベニア州のコリー歴史博物館では博物館内にクライマックスが展示される。クライマックス機関車はカナダでも1910年製造のクラス B の1057号機が保存される。 ヒルコーレストランバー CO9 号機は1915年に設計された大型の50トンのクラスで1359番目である。複数のクライマックスのクラス A が後にディーゼルエンジンやガソリンエンジンに換装され、この形態で原型の車台と伝達機構を備えた車両が現存する。ありがとうございます。